ゴーストマスター、スペースヴァンパイアって映画知ってますか？映画ゴーストマスター第2回スタヤクリエイターズプログラムの準グランプリに輝いたヤングポール監督の長編デビュー作。ポール監督の長編デビュー作でありながら海外映画祭への出品が続々と決定しています。舞台となるのは壁ドン青春映画の撮影現場。いよいよクライマックスの壁ドンシーンで主演俳優の桜庭優也が壁ドンする意味について悩み始め、撮影がストップしてしまう。事態の収拾を押し付けられたのは助監督黒澤明。過酷すぎる撮影現場で鬱積した黒澤の不満は悪霊を呼び寄せ、監督デビューのために書き温めていた渾身の脚本ゴーストマスターに憑依してしまう。主人公黒澤明を演じたのはもはや若手を脱皮した実力派俳優三浦貴大さん。助監督役を数多くの現場を見てきた経験値も含めて見事に体現しました。黒澤が憧れる女優渡良瀬真奈には子役時代から抜きん出た存在感を発揮してきた鳴海莉子さんが扮しました。劇中映画の主演を務めたのはボーカルダンスグループミルクとしても活躍する板垣瑞希さん。キラキラ俳優からモンスターまで見事に演じ切りました。永遠に死の恐怖に追われ続けるの？これが黒沢さんの書いた本ならどうすれば終わるのか分かるのは黒沢さんだけです。継ぎはぎでむちゃくちゃな映画を力ずくで傑作にするのはたった一つ。カメラセッティングオーケー。映画史上最強の壁ドンムービー、映画ゴーストマスター12月6日金曜日から新宿シネマカリテほか全国順次公開です。皆さんこんにちは、映画パーソナリティの伊藤さとりです。普段私が映画の舞台挨拶や記者会見でよくご一緒している俳優さんや監督の方にいろんな映画のお話ですとか、もちろん新作の話もです。そして私生活までゆるく映画トークを展開する伊藤さとりと映画の仲間たち。さあ今回は今年よく会いましたこの方と、映画ゴーストマスターからこちらの方です。さて本日のゲストです。映画ゴーストマスターから板垣瑞希さんです。こんにちは、板垣瑞希です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや今年大活躍でございまして、私は初恋ロスタイムで、あれ初主演でしたよね。ありがとうございます。いやもう何すか、今月何回会ってるんですか。何を言いますか、今年ね初恋ロスタイムでもご一緒させていただいて、超少年探偵団ネオでもご一緒させていただいて、ゴーストマスターでもご一緒させていただいて、でもホットギミックも見ましたよ。ありがとうございます。その前も僕に会いたかったも見ました。全部見てるじゃないですか。当たり前じゃないですか。今年出てる映画のお仕事させていただいているので、それも印象やっぱりね、印象強かったです。あ本当ですか、はい、ね、裁判のやつで出てます、うん、でもそもそもだから映画デビューを調べたらあれですね、闇金牛島くんパート2。あそうですそうです、が初めての映画なんですけど、どうでした、初めて映画に出た時は。めちゃくちゃ楽しかったですね、うん、もうなんか最近、うん、まあ別に使えるか分かんないですけど、あの山田さんの、山田孝之さんの、うん、なんか独占みたいのがネットフリックスかなんかに配信されて、はい、で俺がめっちゃ若い子4人ぐらいで撮影するシーンがあったんですけど、そこでずっとボケろって言われて、なんか罰ゲームかなんかでずっとボケてたんですよ。ずっとボケてて、もうひたすらなんかもう俺は板垣瑞希みたいな、もうしょうもないボケをねずっとやったら、そう肌から見てる山田さんに、うん、うぜって言われるっていうそのカットがあって、うんうんうん、だいぶショック受けたっていうような感じ。いやでもいい話なんですよ。いい話ですよ、うん、なんかもうだからはっちゃけすぎちゃって、はいはい、初めての映画で、うん、なんかそれがもう結構現場中の噂になっちゃってで山田さんに打ち上げの時に、うん、あ君の名前は知ってるよ噂聞いてるよって言われて、あまあ良かったのかなって思ったような撮影でした。いいじゃないですか。今山田孝之さんはね、制作プロデューサーもやってらっしゃいますもんね、はい、そうですか。そしてソロモンの偽証ですからね。そうですね、だいぶ、あれも相当ね、だって新人賞もお取りになられたりとか。 ありがたいですね。そして今回このゴーストマスター、はい、すごいですよ。設定からしてまず笑いましたけどね、まずキラキラムービーからスタートしてそれの主演役です
そうですね、主演、キラキラの主演映画やってて、はい、桜庭優也という役で、桜庭優也という役でキラキラ映画のね、もう本当僕みたいな感じなんですけど、だからもう自分の話なのかなと思うぐらい、だそれぐらいリアルなところから入ってたんで、それこそまあ今年もこうキラキラの映画させていただいたりとかしたんですけど、はい、っていう役者が本当はそう思ってたかもしれないってところから、そうそうそう、壁ドンに悩んでいるという、壁ドン自身にキラ、そうそうそう、のキラキラというか、あのキュンキュンするのかっていうことを悩んでる俳優さん、壁ドンに感情はあるのかでも、はい、どうでした、まず役、話が来た時は。いや、なんかあのまあ台本を読ませていただいて、はい、まあ、やるかやらないかっていう部分で、まず、まあ、マネージャーさんとね結構話をしたんですけど、はい、いや、なんかね本当にね怖かったんですよ最初は、そのホラー映画だからとかじゃなくて、その桜庭優也っていう役を演じるのがすっごい怖くて、ね、いや、だってもうぶっ飛びすぎてて、そうっていうのもあるし、はい、こう、まあ、自分に近いっていうのもあったから、こう、まあ、すごい似たり寄ったりってわけじゃないんですけど、でもこう自分のそのなんか内面的な部分にすごい感情的に近かったから、それ演じるって多分なんかすごいイカれた役やるより怖いんですね僕からすると、あ、そうか、近いから、そう、自分に感情が、そうです、はいはい、だって自分を世に出すってことだからそれって、すごい怖くて、でもなんかこれやんなきゃ男じゃねえと思っていや、でも面白かったです、すっごい美味しい役じゃないですか、いや、本当すっごい美味しいんですよ、美味しいんですよって言わないでください。いや、美味しい役じゃないですか、だって。いやいやいや、面白かった。よかったです、よかったです。なんか怖かったんですよね。だからマネージャーさんにあんまやるやらないって話はあんまされないんですけど、それに感謝されて、でも自分でやりたいっていうとこからこの作品がスタートしたんで、はい、で、こう本当はホラー映画なのに結構台本的な部分も結構変えてくれたりとかしてて、本当はだから昼とかに結構撮ってて、この映画って、はいはいはい、ホラー映画なのに。そうですよ。うん。でもそれでも怖いし面白いしっていう、そのいい塩梅になるようにもこういろんな方がこう協力して、僕10時まで仕事できなかった、10時までしか、そうか、年齢的に、はい、だから結構こういろんな人が協力してこの先に携わらせてくれたっていうのもあって、すごい感謝してますね。あのこのビジュアルをお客様がご覧になると本当に怖いホラーかと思うじゃないですかね、全然そんなことないですけどね。どうですか、例えて言うならば、どういうジャンルの作品だと思いますか。青春もの。あ、そうかも、ね、確かにこれはド青春ものですね、この映画は。そうですね、いや、もちろん全く怖いわけでもないし、まあ、ちょっと怖い部分もあるかもしれないけど、人によってはでもなんかそれじゃないですよね、怖がらせようと思って怖いじゃなくて、それって、ド青春もの映画なんですよね。こうなんかあんまネタバレになるからどこまで言っていいか分かんないけど、なんか本当に一個の、まあ、卓球映画でも、じゃあ卓球映画とか部活ものの映画とかでも、こう一個じゃあ優勝するって目標に対してみんなバーって頑張るじゃないですか、っていうのと一緒です。そうだ、一個の映画っていう映画の愛を伝えるために、映画の愛を伝えるために、この映画はそこに向けて頑張ってるんです、みんなで、出てる作品全員が映画ってどれだけ素敵な、どんだけ愛があるんだっていうのをめちゃくちゃ必死に伝えてるっていう映画です、はい、もうなんか何言ってんだろうってなっちゃいましたけど、すごいいいんですよ。そうじゃなくてね、板垣さんのファンはでもびっくりすると思いますよね。あの本来、アイドルがやってる人間がやる仕事ではないそうだってね、いや、これは言っていいと思うんですよ、うん、このね、端正なお顔たちが一気にいやいや見えなくなりますからね、もうそ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 う、なんかまずそこで台本読んで、って思うじゃないですか。あ、まあそうですよね、普通だったら、やっべえな、これイカれてんなと思っていや結構ね、普通だったらじゃないですけど、割とね、じゃあかっこいい役者さん出すったら結構顔取るじゃないですか、はい、そういう部分で、じゃなくて汗かいてきちゃったな、ね、顔取るじゃないですか、じゃなくて顔を全面に抑えるっていう、そこのね、斬新さが面白い、ね、斬新です ね、 ね、すごい、でも楽しかったですね、やっぱり。なんか特殊メイク、あれどれぐらいかかったんですか。
時間は1時間ぐらいかかってますね。毎日毎日あれを仕上げての。視野はよく見えたんですか？あ、でもなんかこう、まあちょっとこう狭まるぐらいそう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 、こう若干ゴーグル、水泳のゴーグルかけてるみたいな気持ちなんですけどね、はい、あのどうでした？今までやらなかった体験じゃないですか、はい、人に噛みつくとか。そうですね。でもなんか僕の役に関しては結構アドリブだったから、あの動きが、そう、あの動きとか、あと監督のこうしたいっていうのもあったりとか、あと現場で生まれたすごいシーンがあったりとか、はいはいはい、本当にそんなこと誰も想像してないのに、なんかこう三浦さんと向かい合うシーンがあるんですけどね、うん、あのこうカメラ VS 悪霊ってシーンがあるんですけど、いやまあそこが本当は台本に書いてないでしょ、でもなんかこう動かしたら、まあまあまあ見てください。そう、いや面白いですね。でもね、正直私見てて楽しそうに感じました。あ、もう楽しかった終始怖さは感じなかったんですよ。愛が溢れててね。そうそうそう、あの今回のピースな映画なんですよね。そうそうそう、うん、今回の役でなんかこう見直した作品とかあったりするんですか、映画？あ、見ました見ました、悪霊、死霊の腹渡そりゃそうですよ、そうだそうだ、それっぽい、確かに死霊の腹渡つ、まあ、だからもう滑稽に見えたいなっていうのはありました。うこうちょっとこうなんかまあ怖いホラー映画ってたくさんあると思うし、うん、それはだって怖いものを作ってるから、でもこれってそういう映画じゃないから、うこうどんだけ映画って素敵で、うん、どんだけいろんな人に伝えられるかとか愛とか、はい、こうそういう映画でもその中でこう、うん、リアルなお金の話とかがあってこうぶつかっていく男たちとか、うん、女性たちのこう、うん、ね、うん、青春恋愛、青春、青春ものなんです。でも最高の恋愛映画でもあるからこう一概には言えないんですけど、最後まで見てなんか頑張ろうと思うんですよね。考えると面白いですよね、うん、だって今年だけでも、まあ、あの世に出た作品ですよ、だから上映された作品だけでも色とりどりの監督さんと仕事してるじゃないですか。あ、そうです、ね、すごい面白いなと思います。だってこの監督さんはね、ヤングポール監督で初監督に、はい、まあ、一応なるわけじゃないですか。そうそうです、だから撮影の、ね、仕方も違いますしね。そうですね、でもそういう部分で言ったらすっごい狂ってました。監督おかしいからちょっとじゃあ泡持ってきたから、なんかそこはカットされたんですけど、口から泡を突然現場で出すって言われて、それの出し方とかも考えるし、突然こう卵黄のこう卵黄っていうか白身をぐちゃぐちゃにすると、卵白、卵白、そうそう、卵白を口に突っ込んでみたいな、突然なんですかね、いろんな体験ができたという、おかしなぐらい。みんながみんなこう真剣にふざけてるからずるいんですよ本当に。あの手塚さんとかもね、もうすごい役ですよね。いやもうね、もう役者がお芝居で遊びすぎて、もうなんか本当になんかもう一個のいいもん作ろうみたいなのがすごかったから、皆さん映画愛がね溢れてたじゃないかなと。いやすごい溢れてたなと思いますね。だけど板垣さんはそもそもはそのダンスとか歌、それとも俳優さん、どっちがやりたかったんですか？あ、まあ、最初に、うん、あのそのグループ活動とかやる前にソロモンの偽証とか、うん、お芝居させてもらってて、うん、だからその映画からこの業界に入らせてもらったんで僕は。そうそう、だからいろんな人にそれこそね感謝することたくさんあって、うん、グループをやってて、はい、男で役者を続けるって人がなんか今まであんまりいなかったのかなと思って、アイドル役やったら一番うめえんじゃねえかなだから今回の役でございますよ、はい、初恋ロスタイムの上映があった後に今度このゴーストバスターなんて、ダメダメダメ、そういうちょダメダメダメ、ですからすごくそこ一緒に見ると面白いんですよ。そうそう、なんかそうそう、僕をこう応援してて多分1年間見てる人は最後に笑ってもらえる映画になってると、それは嬉しかった僕も、うん、展開が面白いんですよね。1年の板垣瑞希さんバイオグラフィーがね。そうなんですよ。でも本人的には
まあ、そもそもよくじゃあ手に取るというか見てしまう映画のジャンルってどういうジャンルなんですか？僕ら全然ないんですよね、この見ない映画っていうジャンルが、もうとりあえず、ね、結構見るので、あれなんですけど、でも結構重いの結構見がちかも、シリアスな。例えば怒りとか。おお、日本映画のね、日本映画多いです、揺れるとか。そう、人間のこう内面をえぐっていくような、えぐいとこの映画はすごい多いですね。そっちがそれが一番見るかもしれない、テイストとして。でもそこから出てるから自分そもそも。あ、まあね、ソロモンの偽証はそうですよね。そうだし、もともとその何にも知らなかった頃、芸能界知らなかった頃もそういう映画が好きだったし、ね、思い出してみて、そのソロモンの偽証の撮影の時はどうですか、振り返ってみて、あの頃の自分って。でも最近なんかソロモンのメンツで集まることがあって、うん、はい、でヒロヤの授賞式がこの前あったんですけど、たま、のその後とその前に会ってて、なんかずっとその話してて、いやだからなんか全然変わんねえよなってお互い言いつつ、なんか大人になったのかなとか言っていや全然変わんないですよね。だから僕に関してすごい明るくなったって言ってました。え、清水ひろやさんが？ひろやが俺に、なんか、でも結構本当に端で体育座りしてるようなタイプだったから。そうそう。何がそう変わったんですかね。なんですかね、もうそれこそこういう作品をやらせてもらったりとか、とか、まあ、それこそなんかいろんな役を演じて、いろんな人をやらせてもらった時に、多分今のこの性格、ちょっと明るいっぽいこんな感じの性格がきっとなんか楽なのかなと思いますね。多分変わってった、ちょっと明るくなってったなと思います。その前結構暗かったから。それは作品のおかげですか？作品のおかげですね。あと、まあ、そこで出会えた友達とか、なんかこう先輩とか、まあ、監督でもいいんですけど、なんかこうすごく勇気づけられたというか、あ、俺ってこうでいいんだって思ったような、なんかこうなんていうのかな、出会いとか言葉ってありますか？誰かから言われた言葉とか。まあ、本当に成島さんにはたくさんいただいたので。ソロモンの偽証の成島いずる監督ですか？あの作品一本がメッセージだから、僕ら出演者に対する、っていうのもあるし、本当にあの海外でその時に本当に活躍してほしいって言ってくれて、そうそうっていうのもあったりとか、あとそれこそ河合さんには、なんかそんななんか真面目すぎないところがいいとかでもなんかこうみんなまた一緒に作品やろうよとかも言ってくれるし、だそういう言葉がすごい自分の元気ですね。また一緒にやりたいな、新しいものを作りたいなっていうのがすごいあって、だから成島さんともまたいずれやりたいなってすごくずっと思ってることだし、河合さんともやりたいし、ね、河合監督ね、初恋ロスタイムでね、そうそう、ご一緒してた感じですよね山津さんともそれこそ、あ、山津由紀さんね、あの本当にすごい素敵だから、はい、あ、そっか、だから山津由紀さんの作品で清水ひろやさんとまた共演したってことですもんね。また久々に会って、そこで2人で山津さんと最後本当にありがとうございましたっていう話をしてた時に、なんかこれからのあなたを撮っていきたいですって言ってくれたのが、でも本当に嬉しくて、だからどんどん変化していってくださいっておっしゃられて、だからもっといろんなものを見ないと、いろんなものを体験しないとダメなんだなっていう気持ちをでも思わせられるところです。だからこういう作品もやりたいし、逆になんかやりたくない役がなさすぎて。でも相当デビューしてからで今19歳になったじゃないですか、相当やってますよね、癖のある役というかいろんな役を、ね、嫌な役から嫌な役すごく素敵な役まで、ほらホットギミックとかね、はい、あの、まあ、ちょっとね、まあまあそうね、あの怖い役ですよ、違う意味の、はい、やってますよね。やってるんですかね、やってますね、そうなると
やってみたい役ありますか？特にこれ今やってみたいっていうのは、なんか映画見てこういう役やりたいなって思った作品ってありますか？いやでも超ジョーカー見てかっけーみたいになりましたけど、あれはね、ジョーカー見てかっけー。でもなんか揺れるが結構好きですね。僕結構なんか、まあでもそれこそスワローテールとかもすごい好きだし、スワローテール、岩井俊二監督もね、なんかリアルでいくと揺れるやりたいな、うん、揺れるだったらどっちの役やりたいですかって。まあでもお兄ちゃんと弟になりますが、いやでもどっちもいいんですよね。うん、そう、まあその香川さん、うん、お兄ちゃんね、そう香川さんのあの最後、うん、バスでねバイバイって笑顔で言う、うん、あれがどっちの意味なのかって、まあザ日本映画って感じ、うんうん、っていうかその本当にすごい人間の内面的なところの揺れ、うんうんをずっと描いてる作品ですけど、うん、なんかあれやれたら気持ちいいだろうなって、あの二人で面談室のシーンがあるんですけど、うんうん、あるに兄貴なんで殺したんだよって、お兄ちゃんも最初殺したっていう話に乗るんだけど、うんうん、なんつってねつってポン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 って言ってくあの感じとかもなんか意外です。その作品がね、ああそうなんだと思って、そういうほら揺れるとか怒りとかが好きだっていうのが、そうですね、スワローテールもすごい好きだし、だからまあやるんだったら今後愛先にやらせていただけたら、慣れいただけるようになりたいなと思ってます、うん、映画だから好きなんですね。映画でも好きです、ね、でもこの現場でも結構みんなで映画の話とかしてたんですか？いや全くしてないです。あれ映画あふれるね全くしてセリフがいっぱい出てきて、全くしてなかった気がするけどな。なんかね、うん、でも楽しく話してたずっと。で三浦貴弘さんとね、うん、仲良くなったのかなってちょっと気がしましたけど。あ仲いいですよ、めっちゃ仲いいですよって俺が言うのはね、よくご飯食べに来ます。どういうお兄様ですか？いい人なんですよ。ずる。どんなところが？いやもうなんかね、もうなんていうんですかね、面白すぎて。うん、もうお芝居の話とかプライベート一切しない人だから、だからこそこう、うん、ずっと一緒にいて、ただこう人となりがすごい素敵だし、漫画の話もちょいちょいしたりとか、もういつも思いますけど、まあ、私がこう舞台挨拶で会うたんびに思うんですけど、特にこのあれですよね、年上のお兄様たちからも愛されるし、仲間たちからもすごく愛されますよね。いやなんかでも、うん、自分がでもそっちの方が楽というか、好きな人が年上が多いから、多分、うん、多分僕がね、そうです、リスペクトがあるから、その人たちに対して仲良くなる人って全員だから、きっとそれをちょっと感じてくれてる部分もあると思う。なんか仕方なくの部分、きっと長村光輝含めね、少年ね、探偵団の、はい、皆さん含め、丸井さんもすごいいい人が、いや本当に今回全員人だったから、ね、みんな面白いですよね、キャスティングが面白いですけど ね。じゃあ最後にこの映画ゴーストマスター、ぜひメッセージをお願いいたします、はい、こんにちは、ゴーストマスター、この映画が12月6日から全国ロードショーとなります。本当にあの本当にとてつもなく最強の映画ができたと思ってます。こんななんか抽象的な言葉しかないぐらい本当感覚的な映画なんですけど、それでもきっとこの三浦さんとか成美さんとか、本当にその2人が先陣切って本当に素敵なお芝居をしてて、皆さんに僕たちの映画の愛伝わればいいと思ってます。ぜひ映画好きのそこのあなた、ぜひ見てください。映画好きになると思います。もっとよろしくお願いします。ということで本日のゲストは板垣瑞生さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さていかがでしたでしょうか。板垣瑞生さん、本当にね、作品がたくさんこの2019年ありました。でも2020年もきっとまたすごい役で登場するのかもしれませんね。活躍が楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら。